哎，什么东西啊？这就是我们的机器人 ，AGV， 无人的仓库吗？对，是的。哇，すげえ。中国はコロナを抑え込みつつ、さらに経済もかなり復活させた。これがこの状況がすごいなと思って、僕はこの中国の状況を、まあ、日本を含めて海外の人にシェアをしたいと思ったんですね。みんなそのコロナを抑え込むだけじゃなくて、経済をどうやって復活させるか、これも一つの大きなテーマだと思うんですよ。ネットのその誤ったちょっと自動案極端な情報ばかりがこう行き交ってネットで、でそれでどんどんお互いがこう嫌いになっていく、誤解していく状況がすごく僕は強くなっていると思います。もう自分の見たい情報しか見ない、ネットで自分の見たい情報しか見ない、そういう極論ばっかりのニュース情報が強くなっている。やっぱり日本人の中国に対する印象ってやっぱなんか歴史で止まっちゃってるんですよ。中国の映画面白いもいっぱいあります。だ中国の映画だったり、その中国の、まあ、アイドルでもいいです。で中国のファッションもそうだし、中国の歌、かっこいい歌がいっぱい出てる。だそういうのから入っていくと全然見方が変わってくると思うんで、その中国の現代文化を発信していくことが僕は大事だと思います。